タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2022年の7月9日土曜日、私現在札幌市は大通公園に来ております。暑いです、とっても暑いです。私の嫌いなものがいくつかありまして、まあ高いところはよく言うんですけれども、高いところと暑いところと混んでるところはもう本当に苦手なんですよね。あと寒いところ、今日ね、すごく暑いんですよ。見てくださいよ、この明治安田生命ビルの温度計がちょっと出てないんですけど、これね30度って書いてあるんですよね。ついに札幌にも30度の、ね、季節がやってきたかという、そういう感じなんですけれども、ちょっとでもね風が吹けば少しは涼しいかなというところです。で、今日はねちょっと用事があったんで今それこなしてきたんですけれども、まあ用事はもう終わったんで、この後はフリーなんですよ。で、ちょっとねまたねこの地下鉄1日乗り放題520円の土日課切符を使って、またちょっとね札幌とかをその辺をねブラブラしようかなと思います。まあとりあえず始めたいと思います。では本日も1日よろしくお願いいたします。船橋俊光、ということで、まず最初にやってきましたのは東札幌駅、まあ、ということで東札幌駅の一番出入り口にはイオンがすぐ横にあるというところですね。そして東札幌といえばこちらのラトラ、まあ、商業施設群ですね。ラトラの向こうの方にはコンベンションセンターとか産業振興なんとかとか、そういうような研修施設もあるんですけれども、この辺は国鉄の東札幌駅だったその跡地を利用して作られたんですよね、この辺の商業施設。まあ、その国鉄の駅があったという名残がこの辺にありまして、これよく見たら、何回か私も見たことあるんですけど、よく見たらこれ SL の車輪ですよね、なんていうものがあったりとか。ああ、ラベンダーの季節で、すごいラベンダーのいい香りがしますが、このラベンダー畑の真ん中に石碑がありまして、昔ここに東札幌駅があったという、そういったあのことを、ね、伝える碑が残っています。まあ、国鉄千歳線の、まあ、始発駅、まあ、今苗穂とか白石とかちょっと違う方向にそれちゃうんですけれども、まあ、その旧ルートの始発はこの東札幌だったんですよね。1926年大正15年に開業したんですけれども、73年までこちらの方のルートで東札幌経由で千歳線が走っていました。と同時にこの豊平とか滝の沢とか、この辺の地名が見えると思うんですけども、上山系鉄道の始発駅がこのやっぱり東札幌だったんですよね。これも1969年までかな、まで運行されてましたけれども、まあ、この東札幌経由して、まあ、札幌まで、まあ、上山系鉄道が走っていたという、そういう時代もありました。で、この東札幌から、北広島までの旧国鉄千歳線のルートをね、あの自転車で走るっていう、そういうあの動画も前撮ったことがあるので、もしよろしければそちらもご覧いただければと思います。で、まあ、あのそれを取りに来たというよりは、今日は、ね、食事をしに来たんですよ。このラソラはこっち、今旧国鉄千歳線の東札幌駅がありましたという日のあったこの A 棟とお向かいの B 棟とありまして、真ん中に連絡通路が走っているという形です。で、食事するところは主にこっちの B 棟の方に固まってるみたいなんで、ちょっと B 棟付近で何か食べるところを探してみましょうか。まあ、基本的にこう説明するまでもないような有名なお店があったりとか、あとくら寿司、サイゼリアなんかもあるんで、無難にサイゼリアで野菜を取るか、
くら寿司のお寿司も食べたい気もするんですけども、あのこの間ね、北見行った時にしっかりトリトンでがっつりお寿司食べたんですよね。サイゼリアで冷製パスタとサラダいただきまして、さっぱりしたところで1150円でした。まあ、してもね、外がめちゃくちゃ今日は暑いですね。まあ、他の地方に比べたらそうでもないのかもわかんないですけどね、それはわかるんですけれども、まあというかですね、今ねここひょっと見たら、これこれこれ、まあ、横断歩道渡り場所って書いたのはわかるんですけれども、このキャラクターは何でしょうかね。なんかね、ポケモンのあのピカチュウのマガエモンと何でしたっけ、あのこうなんかあの黒い耳となんかピンク色でコロコロして丸いやつの、あれがね二人でねぶつかってあれしてんのかなと思って、よく見たらこれ羊ですよね。なんかポケモンのマガエモンかと思って見たんですけども、では再び地下鉄に乗ってちょっと次のところに移動したいと思います。麻布駅に来ました。麻布駅の一番で入り口なんですけれども、今なんか改修工事やってるみたいで、結構ね通路がね人一人すれ違えればいいくらいの狭さになっちゃってるんですよ。まあまあいいです、それで、ね、改修されてね綺麗になれば全然いいんですけどね。でこれからはですね、ちょっとまっすぐ行ったところにある新琴音駅、 JR の駅に行こうかなと思います。大学受験予備校クラズユニック勉強するべ、ドストレートに書いてますけどね。まあでも、ね、正直ね、そう大学受験ぐらいになるようなそういう年になると、勉強する人は本当に勉強しますからね。だから勉強の面白さに気づくのが大体高校に入って1年ちょっとぐらい経ったぐらいの、そういう方多いかな。私が教えてた中ではって感じですけどね。まあ早い人だったら高校受験の時に、まあ、がっつり勉強するじゃないですか。でそういう時になんか勉強の面白さに気づくって方もいらっしゃいますし、中高一貫とかだったらもう小学校のうちから勉強楽しくて、まあ、そのまんま中学高校大学とか行っちゃう人もいますけどね。まあ、ということで JR の新琴音駅ですね。で今日はね新琴音から札沼線乗ります。で札沼線乗って今回はあのロイズタウンに行こうかなと思います。よくよく考えて私一回も行ったことないんですよね。通り過ぎたことはあるんですけども、なのでロイズタウン駅がどんなとこだべというのと、あとロイズとか駅の周辺のところもちょっとね見て回ろうかなと思いますので、しばらくの間じゃあちょっと地下鉄は離れまして JR で東別町のロイズタウンに行きましょう。そしてこの新琴音駅といえば、ここにもありますけれども、このモニュメントに使用しているレンガはこの地にあった新琴音農業倉庫の農協倉庫の壁材に使用されていたものです、うんうんということで、これレンガはこの辺で作ったやつなのかな。新琴音のあたりって、まあ、麻布のあたりって朝を育ててたんですね。天の朝で朝を育ててたところなので麻布っていう地名が後についたっていうのは、これ割と知ってる人は知ってる話なんですけれども、それがね書かれた日がどっかにあったと思うんですよ。それはともかくここには農協の倉庫があったというね、その名残がちゃんと残されているというのがありがたいですね。こっちにもありますけれども、そう昔のでも倉庫の壁をこういったモニュメントとして残しているというのはなかなか面白いですね。よくできてますね、考えられてますね。倉庫自体はこれ1997年まではあったみたいです。まあ、とりあえずね、ここの駅にあるパン屋さんでパンを2つ買って、で自販機でお茶、ウラが買いました。パンが合わせて230円の
それからお茶が130円、向こうには隣の駅が見えますけれども、ここはですね、ロイズタウン駅、今年2022年の3月に開業しました。ちょっとなんか他の駅名看板とはちょっとフォントが違いますよね。まあ、札幌ビールはなんかしっかりついてますけれども、札幌ビールのなんかここ看板ってなんか撤退するみたいな話は聞いてるんですけども、撤退してるところと撤退してないところがありますよね。なんか基準でもあるんでしょうか。あの奥に見えるのはお隣の太見駅かな、太見駅だと思いますけども、あそこで列車すれ違って、そしてこっちの方にやってくるみたいな感じで、ここは駅舎だけ作って線路増やしたわけじゃないんで、線路が1本しかないんですよ。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。